東芝の林です。スケジュール上は最後に、これで最後になります。この後美味しいビールが待っていると思いますので今しばらくご辛抱ください。タイトルからもそのままなんですけども、社内で、もちろん組み込み製品向けの、Linux の適用をやらせていただいているんですけども、それの要は共通プラットフォームみたいな形で、ディストリビューション、社内向けのこうディストリビューションの開発っていうのをやらせていただいてます。で、一応それが、Debian と、このヨクトプロジェクトの、ビルドシステムを、ベースに作られているっていうのでして、それの紹介とか、過去にも、この、ジャンボリの場とか、他のコミュニティの、場所で発表させていただいてます。で、こういう活動を行ってきたんですけども、実際ちょっと、コミュニティの場に出てみると、要は同じような、ことをやっている、似たようなものを使って似たようなことをやっている、目的も近いような人たちっていうのが結構いらっしゃいました。で、実際こちらに1ページ目から書いてあるんですけれども、3Debian ベースプロジェクトというところで、組み込みをターゲットに Debian をベースにしたその Linux 環境を構築するための仕組みという形で、このエルベとあとイーザーで最後にこの、デビーっていうのがうちでちょっとやっている私がちょっと、ね、やっているっていうようなところなんですけども、こういったプロジェクトが今ありますと。でこの右側にちょっと細かいんですけど、これ2016年の ELC の、ベルリンで発表した時 の、 スケジュールなんですけど、同じ部屋のですね、立て続けにこの3つのプロジェクトが発表したというような歴史もあります。で、ここで、要は 3人でちょっと話をして、要は同じようなところに行っているので、コラボレーションというか、その協力して、なんかいろいろ考えたりですとか、ものを作っていったり、同じものを作っていったりということができないかっていう話で、今回、いろいろ、なんていうかね、作業というか、コラボレーションを進めてきたので、そのご報告、中間報告というような形で、この発表をさせていただきたいと思ってます。で、今も述べました、この ELC2016 で、発表した結果、結局、我々の共通の機能ですとか、似てるんだけど、やっぱりこの辺違うよね、みたいなところ。確認をした上で、じゃあ、実際どういうふうに、一緒にものを作っていけるかみたいな、ところを、継続してやりまして、この OSS、オープンソースサミット、ジャパンですね、これ2017年の今年の6月ぐらいですけども、もう一つのイーザーというプロジェクトと一緒に、開発者の方と一緒に共同でプレゼンテーションしました。その時 の、 スライドも参考にちょっと載せてますので、もし興味があればご覧ください。で、今年の ELC、ヨーロッパの方で、これまた別の、最初にエルベって書いてあるんですけども、こちらのプロジェクト の、 ステータスアップデートって形で発表がありました。で、その後に、要は3プロジェクトでまたちょっとお話をしまして、今後どうしていくかで、その打ち合わせの後にちょっといろいろ活動したので、その内容をちょっと説明させていただきたいと思います。で、やっぱり、共通、本当にベース共通するところとしては、Debian を例えばその組み込み向けの環境にこう適用していく。で、我々いずれもその、社会インフラとかそういったところをターゲットにこう製品に対してこう適用しているので、そういった意味で要求されるものっていうのも結構共通ものが多いです。ここにスタビリティとか、あとその長期補修ですとか、その問題があった時に再ビルドちゃんとできますかとかの、そういうところですね。で、エンベッドシステム
あと製品ごとにやっぱりそのカスタマイズの要求ってここに出てくると思うので、そういったところに対してちゃんと対応できますかとか、出てきたもののライセンス管理ちゃんとできてますかと、こういったようなところを、まあ、共通のリクエアメントとして持ってますねっていうところがあります。まあ、その初めの段階でやはりですね、デビアンのパッケージと、まあ、それに付随するツールですとかを、まあ、全てのプロジェクトで使っていて、かつそのヨクトプロジェクトに関連する、まあ、ビットウェイクとあとオープンエメルトコアの、リソースっていうのを、まあ、プロジェクトによっては共通で使っていたっていうところもありました。で、まあ、コミュニティの場合に出てくるっていうところももちろんあるので、その、まあ、皆さんそのコミュニティでの活動、コラボレーションというところにも興味を持っている。で、まあ、そういった、まあ、一緒にそのやることで、まあ、より改善していけるところがあるなら、まあ、そういうところを狙っていきたいという話で、一応こういう話が始まってきました。で、ちょっとここからは各プロジェクトの一応概要だけ簡単にご説明したいと思うんですけども、まあ、まずちょっと我々の提供している Debi というプロジェクトです。これはCLP の、シェアードエンベデッドリナックスディストリビューションプロジェクトといったもので、キムさんが先ほど午前中にもちょっと説明いただいたんですけども、キムさんエンベデッド向けに、まあ、その中でも、まあ、インダストリーズのサポーティッド、まあ、エンベルトリナックスディストリビューションを、まあ、作る仕組みと、まあ、あとそのソースコードの管理みたいなところをどうしていくかっていったところをテーマに活動させていただいていて、まあ、それの、まあ、一つの形っていうようなものになります。で、まあ、何度も言ってますが、そのデビアンのソースコードと、ヨクトプロジェクトの、まあ、ビルドシステムを一緒に使って、組み込み向けのリナックスを作るっていうようなものです。で、まあ、要求として結局そのデビアンからデビアンの、まあ、要は一つの売りといいますか、その安定性といったものはやはり製品の中で活用していきたいというのと、あとすごい長期補修、やはりインフラ系ですとこう10年以上ですとか、ものによってはそれ以上っていうの長期にわたっての補修っていうのが必要になってくるので、そういったところのサポート、まあ、セキュリティのフィックスの取り組みをできるかとかっていったところも要求としてあります。あとは組み込み向けのカスタマイズ、当初我々が始めた時はやっぱりここが一番ちょっと大きかったかなっていうふうには思ってます。というのも、まあ、最適化、まあ、コンパイラー向けの最適化オプションの設定だったり、まあ、ビルドのコンフィギュアオプションをちょっとデビアンから変えて、もうちょっとちっちゃいパッケージにしてこうで小さいストレージに収めるとか、まあ、そういったことがそういうカスタマイズがやっぱり必要だったので、そういうのが、まあ、柔軟にできる、まあ、システムっていうのを作りたくて始めたっていうのが大きくあります。で、まあ、ちょっと大体どんな感じで動いてるのかっていうのを図にしたのがこちらなんですけども、まあ、まずデビアンのソースパッケージだけがちょっと外にありますと。で、ここから必要なソースコード、ビルドに必要なソースコードっていうのを全部取ってきて、ビルドして最終的に、まあ、カネルとかルートハイシステム SDK を全部提供しますよという流れになります。で、我々が機能として提供しているのはここの部分、赤い部分になりまして、メタデビアンっていう、オープンエンベレットコアの仕組みとして、まあ、ベースになるメタデータっていうのがもともと用意されているんですけども、これに対してこうレイヤー形式で上にこう重ねて使う、組み合わせて使うような形で実装されています。この中に各デビアンパッケージごとにこうレシピと呼ばれる、まあ、どういうふうにパッケージをビルドするかっていうような、まあ、定義書が含まれていて、これに従ってあとはそのヨクトプロジェクトというか、オープンエンベルトコアのそのビルドの仕組みに従ってクロスビルドされてものが出てくるっていうようなものになってます。まあ、ちょっと細かいところは今日は時間がないので割愛します。で、もう一つ、イーザーのプロジェクトは、こちらちょっと、我々のプロジェクトと直接比べると、少し毛色が違ってまして、まあ、最初にイメージジェネレーションって書いてあるんですけども、まあ、その名の通り、
要はあのビルドは本当に最低限のものしかしない、ターゲット向けのイメージを作ることをあの、まあ、要は誰でも簡単に作れるっていうところにちょっとフォーカスしたあのツールになってます。なのでこのデビアンのバイナリーパッケージっていうのも本当にそのままあの使ってシステムを作ると。でカスタマイズが必要なところ、例えばそのアプリケーションをビルドするですとか、まあ、ちょっとファイルの中身を変えるとか、まあ、そういったところの機能だったりを、まあ、これも同じヨクトプロジェクトのレシピを使って、まあ、定義をしてあのカスタマイズをして最終的にイメージを出すとこういったようなものになってます。で、まあ、ちょっと裏側の話をするとこれ、シーメンス、まあ、要はドイツの何ていうかな、日立とか東芝とかそういったあの位置づけの企業になると思いますけど、ここからまあ、実際にちょっと要求を受けてイルバースという会社が、まあ、開発をしているツールになるんですけども、まあ、結局そのシーメンスからの要求というのもあって、要求される最終的に出来上がる Linux に対して要求されるものっていうのも我々とすごい似通っているところがあります。で、ものとしてはビットビック と、そのヨクトのレイヤーストラクチャーですね、とあとはそのデビアンのバイナリーパッケージっていうのをそのまま使うというような形になっています。時間でしょうか。で、まあ、先ほども言った通りその複雑性という複雑性とあとその、まあ、保守の過度な保守負荷ですねっていうのは極力避けるっていうような形でまあ、コンセプトというかをベースに作られている、まあ、ビルドシステムになります。でカスタマーのリクワイメンツとしても、まあ、基本この我々はクロスビルドをせっせとデビアンのパックソースに対してやってるんですけど、まあ、ネイティブビルドしかいらないとっていうのも、まあ、やはりデビアンの元々のパッケージが全てネイティブビルドでやっぱり公式には作られているので、まあ、そこのコミュニティの恩恵をそのまま適用するっていうことを、まあ、優先してこういう設計になっているという形です。まあ、あとはそのセキュリティのアップデートの適用とかその長期に保守にわたっての保守っていうのは我々と、まあ、共通する要求というような形になっています。で、これもどういうふうに動くかというところですが、まあ、先ほどの図とちょっと似てるんですけど、まあ、上にソースがあるんですが、あ、ソースじゃないか、これはこちらはソース、まあ、例えばアプリケーションみたいなソースがあるんですけども、こちら側にデビアンのバイナリーのパッケージのリポジトリがもうすでにあって、ここから必要なものを全部取ってくるようなレシピ。でこれでビルド環境を作ってくれる、まあ、ビルドチェンジルートのレシピっていうのがあるんですけど、ここにも要はバイナリが展開されて、ツールチェーンみたいな形で使われると。で、必要なソースだけを持ってきて、ここで、ネイティブビルドですね。ネイティブビルドなんですけど、最終的に出てくるのは違うアーキテクチャだったりします。っていうのも、その、エクサチュールの環境で、やっぱり ARM とか RPC とかをビルドしたいっていうのは変わらないので、結局、QM を使って、要は疑似クロスビルドみたいなことを要はしているような作りになっています。で最終的にビルドが終わったらこれを組み合わせて、イメージを作るとこういったようなデータが揃っています。がちょっとメタデビアンと作りが違うのはやっぱりそのバイナリーを直接本当に使っているっていうところとオープンエンベッドコアはもともと用意されているリソースっていうのをあまりというか基本的に使ってない、ビットベイクだけをまあ、ちょっとカスタマイズして使っているっていうのがちょっと特徴になります。細かいところで最後エルベのプロジェクトなんですが、これもやっていることとしてはイーザーと非常に似ています。こちらもそのイメージジェネレーションツールっていうところで結局ブートローダーとかカーネルとかウルトファイルシステムを吐き出してくれるんですけども、実際やってることというとその要は必要なソースを VM 使ってネイティブビルドして必要なバイナリを出す。で、もちろんそのデビアンのバイナリパッケージベースに環境を作ってビルドする。で先ほどのイーザーとちょっと違うのは組み込み向けで
あ、ビルドするにあたって例えばアーキテクチャの指定から、コンフィギュアのオプションから、まあ、最終的にどういうファイルをインストールするとか、まあ、そういった細々した設定を多分あの日頃皆さんも手で、まあ、手かちょっとあのオートメーションしてるかはちょっとわかんないですけども、あのしてるかなと思うんですけど、まあ、そういったものが全部あの一つの XML ファイルでこれなんか管理されているといったようなあの、まあ、ちょっとここは面白いところかなというツールになってます。で最初にあの出てきたときはあの、まあ、先ほどそのイーザーとプラスコンの中で XML ファイルみたいなあの感じの作りだったんですけども、実際に今年の発表を聞いてみたら、あのウィーコアの要はヨクトプロジェクト周りにも関連する、連携するための、ツールといいますか、まあ、あのレイヤーですね、一つのレイヤーをあの新しく作って、要は、ヨクトプロジェクトのツールの上でこのエルベが使えるようなあの機能をあの新しく提供しましたというようなあの説明をしていました。なのでもともとエルベ単体はそのヨクトプロジェクト直接は関係してなかったんですけども、今回 の発表で、まあ、ここはより我々にちょっとこう近づいたっていうようなあの話になっています。具体的にはまあ、エルベのバックエンドを、まあ、コントロールする機能だったりとか、最終的にこのカスタマイズ用の XML ファイルっていうのをビットビッグのレシピでもうレベルでレシピのレベルで定義してしまって、それをベースにこう XML を作るとかそういうものになってるみたいです。まあ、こちらが先ほどと同じように図にちょっと簡単な図に落とし込んだものですけど、結局やっぱりデビアンのバイナリーパッケージを使ってその VM の中で、ネイティブビルドしてものを吐き出すっていうのは基本的には同じです。そのため の, いくつかフロン、コマンドラインツールだったり、XML のカスタマイズのファイルが用意されている。で、ヨクトプロジェクトの連携としては、まあ、こちらに追加のレイヤーっていうのを用意して、ここで、まあ、カスタマイズとコマンドライン通じたのコントロールっていうのができるようになっている。まあ、そういったツールになります。これちょっとすみません細かすぎてちょっと見えないかなと思うんですけど、まあ、その先ほど言ったカスタマイズ の XML の、まあ、一例になるんですが、まあ、例えばアーキテクチャがこのなんか ARMEL で、リポジトリが何やら で,、で最終的にルートファイルシステムに入るパッケージはこれとこれでみたいな、まあ、こういう定義をなんか全部 XML でできるようになっているようです。使い方はご興味のある方はちょっと参照ください。で、まあ、ちょっとこれは3つのプロジェクトをちょっと機能的にざっくり比較してみたものなんですけど、まあ、Y って書いてあるのは、まあ、対応してるよっていう意味で N がまあ非対応という形ですけど、基本、まあ、共通する部分は基本的な機能はこの辺はみんな備わってるっていうのはあります。っていうのはこのヨクトスタイル の開発をまあちょっと意識してできるようになっているというものと、最終的に組み込みで必要な部分、環境で使われるパネルですとかブートローダーをビルドする機能で、それをまあデプロイする機能ですね、と、まあ、全てそのデビアのソースパッケージに一応基づいているっていうのは共通事項としてあるんですけど、まあ、下のこの赤で囲った部分っていうのは基本的に何ですかね、ちょっとこちらの2つのプロジェクトと我々のこのデビーのプロジェクトで若干違うなっていったところをちょっと書いてあります。例えばフットプリントとかは他の2つのプロジェクトは基本ベースデビアのベースバイナリーパッケージ使っているのでやっぱり300メガぐらいにはなってしまうんですけど、デビーの場合だと本当に BG ボックスプラスカーネルぐらいでこうシステムが作れちゃうので、まあ、小さい環境でも対応今はできますよっていうようなものだったり、あとそのデビアン以外の、まあ、例えばオプティマイゼーションつけた、まあ、クロスビルドとかをした結果そのデビアンでサポートされてない機能も使うこともできますし、っていったところですかね。まあ、あとそのヨクトプロジェクトのビルドシステム本当にそのまま機能を使っているので、でもその SDK のエクスポートとか、まあ、そういった機能もできるようになって
ます。逆に、エルベとかイーザーベースの方ではその元々デビアのバイナリーパッケージのまま使っているので、まあ、その辺 の安定性みたいなのは直接活かせる。あと、まあ、一番やっぱりでかいかなって思うのがこのパッケージもそのままデビアンから全部使えるので制限がないっていうのが形です。我々の場合はその一個一個で資料もせっせとクロスビルド用のものを作っていかないといけない、まあ、頑張って600個ぐらい作ったんですけど、まあ、ここはかなり開発に手間がかかるといったような感じです。でここからがちょっとまあ実際にどんなことをしましたかという話なんですけれども、まあ、まず最初に話あの3社でその話をしたときに、まあ、こういったここにまあ、トピックスって書いてあるんですけども、た内容について、まあ、やっぱりちょっと話をしたっていうのがあります。まあ、まずは、まあ、そもそもどこでどうやって開発するのとか、その要は物を共有していくにもどういう形でこう進めていけばいいのか、まあ、最初の段階ではちょっとわからんと。であと、まあ、もちろん我々の要求っていうのを整理しないといけないよねっていうのもありますし、それもちょっと踏み込んだ話をすると、そのデビアンライクな、まあ、イーザとかエルベはそのバイナリーパッケージそのまま使って、そのデビアンのツールもそのまま使ってっていうような話なので、ではよりデビアンのインフラを、まあ、そのまま使ってるような形になるんですけど、まあデビーとかの場合は、まあ、ヨクトプロジェクトの方法にかなり根強く依存しているところがあるので、まあ、ここで根本的に結構やり方が違うっていうところがあります。この、まあ、なんていうんですかね、まあ、溝を埋めるじゃないですけども、それぞれの利点と、まあ、そのデメリットみたいなところをどう組み合わせていくのかっていうのは一つ大きな議論のポイントになっています。まあ、今もなってます。で、まあ、あとはそのネイティブビルドとクロスビルドというの話もありますし、ちょっと今日はあんまり詳しい話は出てないんですけど、やっぱりライセンスのクリアリング、出来上がったイメージに対して、コンプライアンス的な面でちゃんと情報を整理したものを提供できるかっていう、そういった機能を、まあ、要はビルドシステムをちゃんと組み込んでやっていくようなところも、やはりどのプロジェクトも関心を持っているというような状況です。で、まあ、手順としてはあまりそんな難しいことは書いてないんですけど、まあ、お互いの利点ですとか、逆に課題みたいなのを共有した上で、じゃあ、一体どの辺がこう共有していけるのかっていうのを、まあ、そう話した上で、実際にもう小さいものから、まあ、いきなり大きいものを作るんじゃなくて、こう小さいものから試験的に作って、まあ、そのフィードバックを得て、まあ、そのサイクルをくるくる早めに回していくといったような、まあ、アプローチで今ちょっと進み始めているようなところです。具体的に、一つまずやったところは、まあ、共通のリポジトリを作りましたといったようなところで、ここに URL があるんですけど、メタコンポっていうところに、今各プロジェクトの、リポジトリがそのまま一緒に入っているというような状況です。まあ、要は、まあ、リポジトリ別々でお互いにこう強調していってもいいかなと思ったんですけど、やっぱり実際やり始めてみると相手の行動 の中身っていうのがやっぱりよく分かってないなっていうのがすごい思うところで、だったらこうやっぱり一つものとしてファイルとして共通の場で見れるようにしておいた方がやっぱり前に進みやすいんじゃないかっていうところで、まあ、とりあえずはこう一つのリポジトリっていう形で、ものを作りました。でその上で、まあ、現状としてですね、この上のような形で今各プロジェクトが存在しているんですけど、じゃあここからどういうふうにこう我々共通の機能を作っていこうかっていったようなところで、まあ、構造上のちょっと方針を決めたっていうような感じなんですけど、まあ、具体的には各リポジトリを、まあ、一つのこのメタコンポっていうリポジトリに、まあ、入れますと、まあ、入れた上で、共通のレイヤーを、まあ、この中に作って、今ここにある、まあ、共通の機能みたいなものをどんどんこっちにこう入れて共有していきましょうといったような方針を、まあ、まずちょっと話し合いまし
しい説明がありました。ただちょっと一つ課題があって、イーザーの場合はあのこのメタデビアンとかエルベと違ってオイコアをそのままベースに使ってないのでここを まずこういうふうにやるんだったらこう切り分けないといけないねっていう話とかをしているんですが、やっぱりその目的、最終的にこうどういう機能を出していくかっていうのが明確になってないとなかなかこの切り分けも難しいっていう話で、まあ、今ちょっとディスカッションをあの継続してやっているというような感じです。で、まあ、ここはざっくりとした方針の話だったんですけど、ここから実際にあのどんなことが各プロジェクトでこう必要とされているかっていう、まあ、機能的な部分をちょっと整理したのがこちら の内容になってまして、まあ、その中で、まあ、デビアンのバイナリーパッケージっていうのはあのやっぱりプールとしてみんな持っておく必要が絶対あるよねっていうのが一つあります。これもともとエルベとかイーザーっていうのはあのこれをベースに使っているので当然ないと全然何もできないといったような話から、あとはデビー我々がやっているものそのクロスでビルドで対応してますけれども、結局のところ全部ゼロから何を作るにしてもフルビルドをしないといけない。リフトプロジェクトはポーキーとかこう使われた方はもう十分ご存知だと思うんですけども、例えば本当に10メガぐらいのイメージを作るのにまあ、マシンスペックによりますけど1時間とかものによっては2時間とかパッケージがこう600個とか入ったルートファイルシステムを作るともうビルドするのに5時間とか6時間とかかかっちゃったりするので、まあ、なかなかその開発面でこう未だに課題を抱えていました。なので、まあ、やっぱりこうバイナリーをキャッシュとして持っといて改変する必要がないんだったらそれを再利用するっていうのはやっぱり入れてきた機能として入れていきたいよねっていうところで今回共通 の話としてもここに入ってます。で、あとはその各エルベとかイーザーが使っているそのネイティブパッケージのビルダーと、まあ、我々もともとデビューでクロスビルドしてたので、まあ、そのクロスビルドするためのパッケージビルダーの機能も必要になってきています。で結構ディスカッションもこれしたんですけどエルベとかイーザーも、まあ、今はネイティブビルドで対応しているってことなんですがやはりクロスビルドに関心がないわけではないと。というのも彼らも彼らでその VM の上でネイティブビルドするのが結構辛いと言ってました。特にそのでかいちょっとカーネルとかを VM の上でビルドすると 2,3 時間とかかかっちゃうらしいのでまあ、そういった意味でまあ、最終的にこう製品使われるものを作るかどうかは置いておいて、まあ、一時的にこう試しにビルドしたいとかっていう時に、まあ、こういったクロスビルドの機能がやっぱり欲しいというふうに言っていたのでここ今共通の機能として入っています。ここまではパッケージをビルドする話だったんですけどそれ以外は当然カーネルとかブートローダーとかアプリケーションコピー、要はパッケージ以外の仕組みでこうちゃんとビルドできる環境というのはもちろん用意してあげないといけないのでまあ、そういった環境当然必要ですよ、ね。まあ、これもクロスネイティブ両方いるかもしれません。まあ、あとは最終的にこう出来上がった場合なりを全部ちゃんと組み合わせて、組み込み向けにこうイメージを生成してあげるイメージのビルダーっていうのも当然必要になってきます。これはもうエルベとかイーザーが結構今本格的になっているので、この辺をまあ我々もこうちょっと参考に、して、ものを作っていきたいなというふうに思います。あとはちょっとおまけみたいな感じですけどやっぱりロフトプロジェクトの提供するレイヤー構造っていう、まあ、先ほどからちょっと説明してるこう機能ごとメタデータがこう分かれて、レイヤーって形でこう積み込み合わせて最終的に一つ のメタデータのセットを作ってものを作る仕組みっていうのが結構プロダクトごとに例えばプロジェクトとかプロダクトごとにテーマを分けてメタデータを管理するのに非常にやりやすい構造だなと個人的にも思ってて、これは彼らも結構同じような印象を抱いているので、まあ、この一つ共通機能として入っています。ちょっと文字で説明すると非常に分かりづらかったのでちょっと自分の頭の中をこう絵に出してみたのがこの図なんですけども、これもちょっといろいろごちゃごちゃしますけど、まあ先ほどのリストにあった大きな機能としてもパッケージのビルダー、デビアンのパッケージをこうちゃんとビルドしてあげるための仕組み と、まあ、出来上がったこうバイナリっていうのをちゃんとプールしておく機能と、
まあ、これらの出来上がったものから、オプション、追加エクストラの、このパネルとか、いうこととかアプリとかをちゃんとこうビルドしてあげるための、こう共通のビルドエンバイロメントっていうのはこう必要ですよね。で、最終的にものが全部揃ったら、これらを全部組み合わせて、必要なカスタマイズされたイメージっていうのを出し上げるイメージビルダーっていうのは必要ですよねっていうふうな、基本的なところの、をちょっと絵に起こして、その中で今例えばこうエルベとかイーザこの辺もできてますよみたいなマッピングをして見ているところです。はい、で最後にちょっとこの要はこういうものが必要なんじゃないかなっていうのを自分が書き起こしてみたのに対して、じゃあ我々今デビーとして何をすればなんかその辺に近づいていけるかなっていうところで、こう試験的にちょっと新しい機能を追加してみましたというのがこの最後の項目になります。っていうのもやっぱりヨクトプロジェクトベースに今べったりレシピをこう作っているので、そのまま組み合わせようと思ってもやっぱ難しいといったところで、よりデビアンのインフラストラクチャにこう近い、デザインで一部機能を作り直せないかっていうところをちょっと検討しまして、新しいこの試験的にメタデビアンネクストっていう、こうレイヤーをちょっと新しく作りました。主に機能としては非常に小さいものしかまだ全然できていないんですけども、今までのレシピのような構造から、ちゃんとデビアンのソースパッケージをレシピをこうフルスクラッチで書くんじゃなくて、P ビルダーとかデビアンのビルドインフラを使って、レシピ経由でこうパッケージをクロスビルドをしてあげる環境っていうのを、機能っていうのを今回ちょっと試験的に作ってみました。で、さらに、やっぱりこう共通の機能はこう一緒にしていきたいというところで、すでにエルベが提供しているコンフィギュレーションみたいなところを、そのまま使って、必要なところだけちょっと書き換えて、ビルドできるようにしたと。こういったようなものを作ってみました。まあ、先ほどのところにマッピングすると本当にここだけ の最低限の機能なんですけど、それともその共通の機能をこれから細かいところを探っていくっていう意味で、とても小さいですけど、最初の一歩になったかなっていうふうには考えています。で、今後はこの丸のついてない部分っていうのを、我々としてどうこう作っていくべきか、で既存のこうエルベとかイーザーの機能っていうのはどういうふうにこう連携していくかっていったところをまた考えていきたいかなというふうに思っています。といったところで最後のページになりますが、そうですね、我々としては今言った通り残りの部分の機能っていうのをこう引き続き検討していきたいっていうのと、共通のレイヤーとして作ったこのメタ本部っていったところでは、実際に今回試験的に機能は作ってみたんですけど、本当にユーザー視点で見たときに、実際に複数のレイヤーを組み合わせてイメージビルドできるような例、実例、リードミーが書けるぐらいのレベルにちょっとまずは持っていくっていうのが最初のステップかなと思っています。あとはこうイーザーのレイヤーが今ちょっと入ってないので、その辺をこうインテグレーションするためにはどうするかっていうのを検討していきたいと思っています。で、ちょっとここは繰り返しになりますけど、やっぱり我々の特に製品に対する製品にとっての要求と、あと市場の、我々の場合はコミュニティになるんだと思うんですけど、でやっぱり必要とされているこうベネフィットみたいなものを含めたこう要求っていうのはちゃんとこう整理しないとやはり前に進めないなっていうのは今痛感して考えているところです。結局なんですかね、やっぱりどのプロジェクトも結局のところこう自由にこうリソースを使えるわけで、ヒューマンリソースを使えるわけではないので、片手間と言ったらちょっとあれですけど、こう本職に対してこう余裕のある時間にこういうコラボレーションをしているっていう人たちがやっぱりほとんどです。そういった中でやっぱりちょっとこう重要な位置づけとしてこう前に進んでいくために、こういった我々の要求っていうのはもうちょっと視野を広くして整理した上で、変えられるところはやっぱり変えていくっていうようなスタンスで、今後もちょっと開発
過ごしていけたらいいかなというふうに思っています。すみません、ちょっとまた長くなりましたが、これで発表時点で終わらせていただきます。ありがとうございます。質問であるとかディスカッションであるとかありました。どうぞ。遠慮なく。いや、ちょっとこの、プロジェクト自体の、どうしてその、デビアンそのまま使うのじゃダメなのかっていうところが、なんか明確じゃないなっていうふうに思ったんですよね。もしくはその、デビアン、例えば、長期補修とかで言っても、各社でやっていくよりは、デビアンプロジェクトに転移して、デビアンの LTS っていう形で、なんとかした方がいいじゃないですか。で、どうしてこういうふうな形で、なんか、なんていうんですか、魔改造というかですね、なんか、ガチャンとさせちゃったのかなっていうのが、理由としてやっぱり、例えば、ベースメントのインストールイメージがすごい大きいとか、そういうのあると思うんですよね。で、そういうのは、むしろデビアンの方に言っていくべきなんて話なんじゃないのかなと思ったんですよね。そこは本当におっしゃる通りというか全く同じことをもうずっと思っています。っていうのはそのいやデミアンのコミットっていうところは実際に我々もちょっといろいろすでにやっているところもありまして、例えばその LTS に関しては今年の8月ですかね、そのデブコンフにちょっと行ってきたんですけども、その時にちょっと小林さんも含めて要は LTS の人とあと我々みたいにそのデビアンベースので何でしたっけ、ちょっと何だかですけど、要は本当にデビアンをちょっとカスタマイズしてバイナリだけでそのまま使ってカスタマイズして製品に対してご提供しているっていう人たちの発表が他に 2,3 件やっぱり同じようなものがあったんですね。で、そういった人たちも結局こう長期補修が必要だというふうにこうプレゼンの中でも言っていて、そこに対してじゃあちょっと一緒になんかその辺をできないかないっていうところでこう LTS のメンバーの方をこう一緒に、要は LTS に対する我々 の, そのコミットメントの方針みたいなところ、あとそのコミュニティ側も含めてこう一緒にやっていけないかっていうところの打ち合わせみたいなのをちょっとしました。で、やっぱり我々として要求にはこの10年っていうのが一つの大きなラインになってくるかなと思っていて、そういうのをこう本当にデビアンのコミュニティの中で、LTS ですけど中でやっていけないかっていうのを相談というかを、その場でさせていただいて、ちょっと今そういった方面での動きっていうのがあります。と逆にそれがあると、あとはどういう意義があるか、先ほどもまさにおっしゃっていただいたそのデビアンそのままを使うと結局やっぱりサイズの問題だったり依存関係の問題だったりでどうしてもそのまま使えないケースっていうのがやっぱり出てきます。出てくるケースもあります。っていうのはやっぱり我々がもともと始めた時のコンセプトとしてはそういったところに対してどういうふうにこう一度バラしてっていうんですかね、そのデビアンの、本当バイナリパッケージそのままを適用するのができないのに対してこうそれを管理しつつビルドしてくれる環境っていうのをどうしても作りたかったんです。そこで一つ経緯としてあるんですけども、実際にやっぱりこう適用これをベースに始めてみるとその辺のバランスってやっぱりちょっとっていうのもっていうのはその要は本当にサイズとかそのパッケージの依存関係がそこまで覗かなくても実際には大丈夫っていうような製品がやっぱりこう実際には多かったり、ただ、その中でもこう小さい環境が必要だったり、たまに必要だったりっていう、こう、バランスと、その開発コストのバランスがやっぱりあって、そこはもうずっと、我々としても考えてたところです。で、今、本当にドラフトレベルになっちゃいますけど、そういったところにも、こう、コスト面でこう対応していけるように、私のアラームと同じだったんでしょうか。要は本当にデビアンのリソースそのまま使えるところに関してはそのまま使いましょうよっていうのを今要は考えを改めているようなところです。本当に改変が必要な部分ってやっぱあると思うんですけど、その必要なところだけをやっぱり改変してビルドして管理してソースコードも管理して、で物を作ると。で
そのデビアンで対応しきれないような、まあ、例えばちっちゃいシステムをソースコードベースで作るとかっていったところは、今までと同じようなアプローチなんですけど、このデビアン の, あのバイナリーパッケージをで使ったこのビルド環境をやっぱりこう用意してあげて、その中で改めてビルドをするが、今のアプローチと同じようにそのやたらめったら全部ビルドをここでするんじゃなくて、使えるものはアルパサイ利用して最小限のものに限ってここでこう作っていくというようなことができないかっていうのを今ちょっと検討している感じです。まあ、最終的に例えばそのデビアン自体のビルドシステムがやっぱあると思うんですけど、そこ自体を例えばこれである程度置き換えれるようになれれば、最終的にメンテナンス自体、ビルドシステムのメンテナンス自体もみんなでやることができるようになるかなと思って、はいはい、ただそれはちょっとあれですね、また一つプロジェクトというかを立ち上げるレベルの話に多分なってくるかなと思います。これやるとよっぽど変わらないか、 API 変わる、 API、だから底辺のデータライブラリーの API を変えてしまったら、それに紐づくライブラリーとか application 全部入力的なわけ。だからそれは分かっているので、例えばそのアルタナティブを変えれるようにするとか、パッケージ小さいパッケージと大きいパッケージ用意するとか、同じソースから、いやだから 100個の設定をしたら100個の間に用意するもちろんそうそうそう、いやそれだったらよっぽどいいじゃんって話だったわけです。でよっぽどだとそのセキュリティとかソースの問題と長期間セキュリティの対応とか短いから長くても2年ぐらいしかやってないので、その翌頭の悪い、デビアのいいところと翌頭の最適な部分のいいところを、使って見事を構築しましたというのがデビアの話。いや、ある意味その翌頭で管理しないといけない部分って、さっき言ったようにそのある程度大きくなってしまったらデビアそのまま入れた方がいいわけですよね。で、小さいやつだったら翌頭でいいんだったら、あんまり考えなくていいかなっていう。小さいといっても結局ソースコードレベルで見たときは保守がやっぱり共通で必要になってくるんですよね。そういう意味で、対応できる形で、こういうのを今考えてはいるっていう形です。ただ現状のその実装っていうふうに見ると、やっぱりその何ですかね、再利用が全くできないところで、そこをちょっとなんとかしていきたい。デビアンの最初から考えるんだったら、今はちょっと動いてないですけど、エンデビアンとかあるじゃないですか。あの辺を使って、要するにビジーボックスとか、ビューシービューシーベースのやつを作るっていうのはあると思うんですけど。実はちょっと、はい、その辺もデブコンクで若干話をしたところはあって、要は本当に、例えばですけど、そのデビアンのインストーラーの環境ってこうビジーボックスベースじゃないですか。それに今なんかインストーラーの人の発表があったんですけど、インストーラーの環境と普通のデフォルト の環境でメンテナンスがバラバラになっているので、やっぱそれ大変だと。で、なんか本当に仮に、夢元語りかもしれないですけど、最初デフォルトの環境はこう徐々に小さくしていって、インストーラーでも例えば使えるような環境が今のパッケージベースのところでもしできるんだったら、コミュニティにとっても、デビアンにとってもちょっとありがたいところなのかなっていう。もちろん最初は本当にフォークした、フォークというよりは別プロジェクトで走らせないといけないのかなと思うんですけど、最終的にそのデビアンに対してそういう需要があるんだったら、そこをこう、いっていけないのかなっていうのは個人的に思ったところです。本当に難しい話かなと思います。すごい複雑な話をすると、デビアンってネイティブビルドが前提じゃないですか。だからクロスビルドをかけようとすると対応していないパッケージとか結構あって、でもやっぱり品質のいいパッケージという観点だけで言えば、やっぱりクロスビルドできるようなものにするのがいいので、本当に小粒な話だったら、じゃあそのパッケージとしてクロスビルドをちゃんと通るよ、はい、してあげようとか、そういうのが本当にミニマムな活動の本当の活動な話で、はい、そういうところは当然デビアンできるのか、そうですね、それは
それは今実際にやってますし、今までは要は本当にヨクトベースでレシピを一個一個作って、そこでクロスビルド対応しちゃってたんですけど、そうではやっぱりそうではなくて、もうデビアンのソースに還元していかないとこれはダメだと、要は自分たちで全部メンテナンスハメになるので、まあ、だからデビアンというよりは本当にそのオリジン、はい、オリジンが大体ダメなことも多いで、ただ我々にとってちょっとグッドニュースなのは、今デビアンのコミュニティの中で結構クロスビルドの対応が進んでるんですね。ストレッチでいくつでしたっけ、ちょっと数忘れたんですけど、何千かぐらいのパッケージがすでにクロスビルドできるっていうふうになってるんです。要はパッケージの、DBKG ビルドパッケージでクロス対応されている。でそれ実際にせっせと活動している人も裏でいます。ちょっとその方にヘルモットさんにちょっとコンタクトを取って我々に貢献できるところを増やしていきたいっていうふうには、そこも、別ラインでちょっと話を進めて、なので本当にやることいっぱいなんですけど、はい、その人は何を目的にね、目的、そうですね、まだちょっと直接話せた方がないんですけど、目的としては、例えば、クロス、ネイティブビルドができないようなアーキテクチャを作るとか、例えば AVR さんとか、あれはネイティブでは、ビルドできないから、挫折しましたっていうプロジェクトがあるわけですよ。で、そういうのは、アーキテクチャ的な効果も使えなくなるので、サブエリアでもサポートしましょうということで。クロスのブートラックとか、あとはディフェンシーのループとかあるわけですよ、ゲートテキストとか、はい、ゲートテキストでディフェントしてるとか、そういうのを回数だけの、フレームワークが全然ディアンには入ってて、それをひたすらのテストしている人がいる。まあ、あとやっぱりもともと直接関係があるからあれなんですけど、やっぱりエンデビアンとか、もともとクロス対応のやっぱプロジェクトってもともとあったんですけど、まあ、今活動としてはやっぱほぼ止まってしまっている。それから、結局、あれ派生じゃないですけど、こう次のそのまま引き継いだプロジェクトとして、なんかそのデビアンクロスってメーリングリストがあるんですけど、まあ、そこの中で一応ヘルモットさんも動いているっていうような状況っていうふうになんか認識はしてます。補足情報化すると、エンデビアンはもうすでに役目を超えたんですよ。それは、マルチアーキが入ったので、マルチアーキが入ったので、クロスコンパイルができるようになったので、はい、で、別のなんかミニマライズっていうか、ビジーボックスとか UCBC ベースのデビアンパッケージを使ったシステムを作るっていうのがあったんですけども、こちらの方はなんかみんな、もうウェブ社に行ったりとかして、パークになったっていう感じですか。なので、ちょっとそのクロスビルドの対応っていうのは、もともと我々ずっとやっぱりインハウスでちょっとやってたところなので、そこはどんどんコミュニティに出て、もともとやってたところがこうコミュニティの中でやっていけるように、やっぱちょっとやり方を変えていこうかなっていうふうに思ってます。今、時間のあれなので。何かもしあればビールを飲みながらでも大丈夫です。だんだん気が散ってきてるな。他に何かありますか。じゃあ次はビールを飲みながら。どうもありがとうございました。ありがとうございます。最後に何か、今日こういう話があって、どうぞ。いや、これもう止まってますよね。止まってます。射発しないなって。あ、しまった。もしかして。